昨日の降り始めから今朝までに降った雨の量は雲仙岳で159ミリ、南島原市口之津で151ミリに上ったほか、長崎市南山手町で 137.5ミリ、平戸で96ミリ、佐世保で 91.5 ミリなどに達しました。西町では住居の一部石垣が大きく崩れています。上からですね、下の住居にまで大きく被害が及んでいるのが見てわかります。長崎市西町では昨日午後6時前、斜面地の住宅の石垣が幅20メートル、高さ8メートル、奥行き3メートルにわたって崩れました。崩れた土砂が下の住宅の敷地に流れ込みましたが、怪我をした人はいません。浦上署によりますと、崩れた石垣付近の住宅3軒の3世帯が避難したということです。午前8時半です。現在消防隊の皆さんがかなり広い範囲にブルーシートを覆う作業をしています。長崎市の上小島3丁目では、今朝6時ごろ、住宅の敷地内の崖が幅およそ10メートル、高さ7メートル、奥行き2メートルにわたって崩れました。人や建物への被害はありませんでした。なんかね、音のしたっけ、いや怖いですね。また近くの愛宕4丁目では昨夜8時ごろ、空き地の石垣が高さ 1.2 メートル、幅70センチ、奥行き30から50センチほど崩れました。崩れた土砂が下の住宅の敷地に流れ込んで物置が破損しました。どんな音でした？1回だけバサーっていう音だったですね。この現場では今年2月下旬にも大雨の影響で崖が崩れ物置が破損していました。こちらが現場です。フェンスが大きく傾き、土砂が家屋に流れ込んでいる様子がうかがえます。長崎市日の出町では昨日午後11時過ぎ、斜面地の住宅の石垣が幅およそ8メートル、高さおよそ3メートル、奥行きおよそ1メートルにわたって崩れました。崩れた土砂が下の住宅の外壁に流れ込んで室外機が破損しました。怪我をした人はいません。長崎市によりますと、土砂が流れ込んだ住宅の居住者は親戚の家に避難しているということです。